東路の道の果てよりもなお奥くつ形に追いでたる人いかばかりかはあやしかりけんをいかに思いけることにか世の中に物語というもののあんなるをいかで見ばやと思いつつつれずれなる昼間酔いなどに姉ママ母など用の人々のその物語かの物語光源氏のあるようなどところどころ語るを聞くに。 どゆかしさまされど我が思うままに空にいかでか覚え語らん。いみじく心もとなきままに刀身に薬師仏を作りて手洗いなどして人間にみそかにいりつつ今日に徳あげたまいて物語の多くさぶ三郎なるある限り見せたまえと身を捨ててぬかをつき祈り申すほどに十三になる年。 昇らんとて長月三日角でして今たちというところに移る年頃遊び慣れつるところをあらわにこぼち散らして立ち騒ぎて日のう入り際の糸すごく切り渡りたるに車に乗るとて内見やりたれば人間には参りつつぬかをつきし薬師仏の立ちたまえるを見捨てたてまつる悲しくて人知れず 打ちなかれぬあずまじの道の果てよりもなおおくつ形においでたる人」「いかばかりかはあやしかりけんをいかに思いけることにか」「世の中に物語というもののあんなるをいかで見栄えと思いつつつれ連れなる昼間酔いなどに 姉ママ母など用の人々のその物語かの物語光源氏のあるようなどところどころ語るを聞くに糸どゆかしさまされど我が思うままに空にいかでか覚え語らん意みじく心もとなきままに等身に薬師仏を作りて手洗いなどして人間にみそかに入りつつ京に徳あげたまいて 物語の大久三郎なるある限り見せたまえ」と身を捨ててぬかをつき祈り申すほどに十三になる年のぼらんとて長月三日門でして今たちというところに移る年頃遊び慣れつるところをあらわにこぼち散らして立ち騒ぎて日の入り際の糸すごく切り渡りたるに 車に乗るとて打ち見やりたれば人間には参りつつぬかをつきし薬師仏のしたまえるを見捨て奉てる悲しくて人知れず打ちなかれぬ。